皆さん、こんにちは。店長、武蔵チャンネルでございます。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。ジムに値上げされたんですね。カタログ、つい先日ね、送ってもらったカタログが古かったね。そうだ、去年の、2023年の、まだだから、新しい、要はね、多分ね、差し替え、ただ金額の部分だけ差し替えなきゃいけないでしょ。そう。まあ、ホームページで見るのが一番いいんですけどね。10万円上がってるね。だ200万、もうマニュアル車でも200、高グレードの方ね、装備がいい方は200万超えちゃって。ちょっと超えちゃって。それでも安いんだけど、なんか10万円高くなって200万超えたっていう、超えてる金額見ると、なんかすげえ高くなったな。もう買わねえ なんてね、思ったりしますけど、どうですか？はい。ね。ジムニーが好きだっていう感じだね。はい。なんかシエラの方はね、どっちかというと駆け抜ける喜びじゃなくて駆け抜けるなんとかみたいなね。なんかちょっとどっかのメーカーみたいな表現がね、あるんですけど。はい。まあそんな感じでですね、やっぱりね、これですよね。これ。はい。このカタログはずっと持ってるんですよ。はい。これね。これ、スズキの、カルタス、チワってあったんですね、昔。スズキカルタス、チワ。カルタスってありましたよね。カルタスってね、車ね。1300の GTI とかいうのはなかったでしたっけ？ツインカムのやつね。ありましたよね。昔から作ったよね。今は、何ですか、あれ。スイフト？だからそれがスイフトなのかな。雰囲気的には。どうなんですかね。ちょっと変なこと言えないからね。ほら。お前やっぱスズキンじゃなかったなって言われちゃうから。メッキが剥がれたぞみたいな。お前エセスズキンだっつって。ね、言われちゃうじゃないですか。ジムにね。はい。ちょっとせっかくですからめくってみましょう。ね、目と24年連続第1位とかね、軽自動車どの子なんて書いてありますけどね。いいなぁ。これね、いいですよね。楽しい場所にシフトしよう。いいですね。自由を加速する機能。ドライブアクション 4x4。ねえ。都会からアウトドアまで遊びのフィールドを選ばない。本格 4x4 ジムニーがさらに楽しくなりました。自由を加速する機能、ドライブアクション 4x4 の新採用をはじめ、X シート XL だけね、はい、インテリアのカラーも明るく爽やかに一新、好奇心いっぱいのハートを乗せて、新しく軽やかになったフットワークで、今すぐ楽しい場所へシフトしよう。新型ジムニー誕生。ね、はい、ドライブアクション 4x4 って、まあ、今じゃなんか当たり前なんじゃないですかって思うんだけど、当時は、まだフリーホイールハブっていうのがついてたんですよ、前にね。フリーホイールハブっていう。で、要は後輪駆動じゃないですか。で、四輪駆動にすると、まあ、四輪全部動くんだけど、普段は後輪駆動で走ってる。そうすると、ドライブシャフトが一緒にぐるぐる回っちゃってると、効率が良くないと。だから、フリーホイールハブっていうので、こう、オフの方にしておくと、ホイールだけ回る。そのドライブシャフトと、分離させられることができるっていうね。で、それを4駆で使うときは、あれ、硬いんですよね、あれね、結構ね。だからまあ、なんか、ラジオペンチみたいなときグイッていってね、オンの方にして、それで4駆に入れて乗るみたいな。めんどくさいね。めんどくさいですよね。それが、このジムニーからは、オートフリーホイールハブっていうのになってるから、大丈夫。それいらない、やらなくていいとね。走るだけで冒険になる。街でも愉快な 4x4 です。これ、どこをイメージしてるんですかね、これね。ね、なんか素敵なお姉さんがね、いらっしゃいますけど、これ、何年前ですか、もう。20年じゃ効かないのかな。ね。20年じゃ効かない。だって、これの後に、JB なんて言うんですっけ、あれ。なんとかありますよね。あれが20年間作ってたんだから。平成の時代ずっとあれだったみたいな感じ。平成の最初の頃はこれ。で、その後ずっとあれ。すごいですよね。どんだけフルモデルチェンジしないんだっていう。これ見ると、今のジムニーはこれに近いんですよね。このデザインだった。そして、風と光を独り占めするフルオープンの開放感。フルメタルドア CC ってやつでしたっけ。これがいいですよね。これがいい。で、これ中古でね、すっげえ高いの。しかも距離みんな十何万キロ、下手だ二十何万キロとか走ってんのに、なんか、二百何万とか、わけわかんない金額でいっぱい出てるんですけど、何ですかね。百何万っていうのはもう普通です。百万円台も普通。新車の時よりもはるかに高いですよ。うん。で、今のジムニーは買えないからね、ある意味ね。だから、ちょっとね、やばいですよね、これね。さあ、新開発ドライブアクション 4x4 搭載。ジムニーの走りがさらに自由になりました。ね、いいですね。走行中、自由に 2WD、4WD の切り替えが行える、ドライブアクション 4x4 を新搭載。X シート XL だけですね。はい。いちいち車外に出たり、バックすることなく。そうだ。そうだ。ホイールハブをオフにして、ちょっとバックしなきゃいけないんだよ。それで、解除されるんだ。
そうだ、そんなのがあったわ。いちいち車外に出たり、バックすることなく、走行中に 2WD と 4WD の切り替えが可能。突然の雨や雪、オフロードへの乗り入れもスムーズに行えます。新開発のエアロッキングハブ採用。ね、オートフリーホイールドハブってやつじゃないのかな。エアロッキングハブ。鈴木さんはね、こういう時に必ず、アルファベットで、エアロッキングハブでしょ？だから、ALH とか、ね。ね。新開発 ALH とか書いてないですよね。ただ、エアロッキングハブしかないね。すいません。バイクのね、カタログなんか見るとね、そんなのばっかり出てくるんですよ。SA なんとかとか、いや、なんだ、AB、ABS はいいの ?ABS は関係ないですからね。はい。トランスファーと連動したエアシステム制御により、2WD、4WD、4H のシフトレンジに、シフトチェンジに合わせて、走行中のハブのフリーからロックの切り替えが自動的に行えます。前輪が駆動系からフリーになる 2WD 時は、メカニカルロスを低減し、静粛性、燃費を向上、市街地からハイウェイまで、静かで快適なオンロード走行が楽しめます。本当ですか？快適でした、ね、いやー、たまんないですよね。本格クロカン 4x4 の証、静粛性、パワー伝達に優れたサイレントチェーン式トランスファーを採用。XC と XL ですね。通常のダートでは 4H、4WD 高速がより大きな駆動力が必要となる、失礼、がより大きな駆動力が必要となってくるラフロードなどでは 4L、4WD 低速が威力を発揮、本格クロスカントリー 4x4 ならではの優れた走破性を実現します。エンジンからの駆動力の伝達には静粛性に優れたサイレントチェーンを採用。4WD の 4H から 4L の切り替え機構には、プラネタリーギア、優勢歯車を採用し、スムーズなシフト操作を実現しています。すごいね。もうハイメカニズムですね。ね。サイレントチェーンね。はい。いいなぁ。オンからオフまでイージードライブ。電子制御の3速オートマチック。まだ3速だったね。もう3速だったんですよ。このシフトレバー懐かしいですね。こういうね、昔こういうなんかね、こんな感じでしたよね。今のやつかっこいいもんね。ああ、今のやつかっこいい。オンロードでの快適性とオフロードでの走破性を両立した電子制御の3速オートマチックを採用しました。ちょっと3速残念なんでね。加速減速を繰り返す市街地走行ではスムーズな発進加速で軽快な走りを実現。ギア選択の難しいオフロードでは頻繁なシフト操作からドライバーを解放。ステアリング操作とアクセルワークに集中した走りが楽しめます。また誤操作を防ぐ AT シフトロックをはじめ P レンジにシフトを入れないとキーが抜けないインターロック機構も採用しています、ね、パワフルなジムニーの走りに応える信頼性に優れたブレーキシステム、さまざまな走行状況で安定した制動力を発揮する放熱効果のに優れたフロントディスクブレーキの採用をはじめ、ブレーキペダルの動力を軽減する8インチの大型バキュームサーボ制動倍力装置ですね、はい、を採用しました。また急制動時に後輪の早期ロックを防ぐ P バルブ、プロポーショニングバルブには、万一前輪ブレーキ系の配管に液漏れが生じた場合、後輪ブレーキの液圧を高めて制動力を確保する疾患保証機能も内蔵しておりますということですね。続いてですね、エンジンでございますよ。エンジン、高性能を凝縮した2つのパワーユニット、ジムニーといったらね、まあ、F550 の時は F5 でしたっけ、そして660になって F6A っていうね、はい、名機タイミングベルトでしたね。10万キロで交換しなきゃいけないっていうね、そういうのもあります。 OHC エンジンでありましたね。でも64馬力、10キロ。変わんないですね、今のとね。もう何十年も前のね、エンジンと今のエンジン、スペックが変わらないってどういうことですか？おかしいですよね。本来はこれありえないんだけど、まあ、軽自動車ですからね、仕方ない。そして、新たに追加されたのが、あの K6A です。K6A ツインカムエンジン。これがですね、実は64馬力だって言うんですけど、まあ、ジムニーのはどうなんですか？カプチーノに積んでるやつはなんか80馬力が出ちゃってるっていう、噂では。はい。ちょっと鈴木やっちゃうみたいな、そういうね、はい、ことがあるらしいです。今だったらもう大変ですね。不正です。本当は64馬力じゃなきゃいけないのに、測ったらね、80馬力出てる。それは絶対ダメですよ。アウトですよ。もう国のあれが入ってね、大変なことになります。ならないですから。そういうのはいいんですかね。はい、これパワーとかもどうなんですかね。実際出てないやつとかあるかもしれないじゃないですか。なんか遅いんだよな、俺のやつって。ね、当たり外れあるからね、なんてね。困っちゃいますけど、はい、保証してくれないもんね。ね、EPI DOHC 12バルブインタークーラーターボと EPI インタークーラー、ただのインタークーラーターボね。はい、6500回転で64馬力、そして3500回転で 10.5 キロの最大トルクを発揮します。素晴らしい軽量エンジン。オールアルミ製 DOHC ターボエンジン。オフロードでは粘り強い低速トルクで優れた走破性を発揮。ハイウェイなどの高速走行では高回転までスムーズに吹き上がり、
気持ちよい走りが楽しめます。ヘッドカバーからロアケースまで全てをアルミ製とし、徹底した軽量化を実現。シリンダーブロックのスカート部とロアケースを一体構造にすることで剛性を高め、騒音と振動を低減しています。アルミ製シリンダーブロックにはレーシング技術とも言うべき圧入セミウェットライナー方式を採用し、冷却性能と信頼性を向上。さらにカムが直接バルブを駆動する直打式を採用し、メカニカルロスを低減。カムシャフトの駆動には信頼性に優れたダイレクトチェーンドライブを採用し、追従性を高めていますと。直打式なんですよ。タペットクリアランス、ね、バルブクリアランス調整がめんどくさい。非常にめんどくさい。ね。でもまあ必要ないのかな。これって自動的にやってくれるんですかね。それはないのかな。ただね、チェーンドライブ。タイミングチェーンになったから、チェーン、交換が必要ありませんみたいな。10万キロでも大丈夫。走っても大丈夫みたいな。大丈夫なわけじゃないんだけどね。大丈夫なわけじゃないんですよ。調整しなきゃいけないとかね。ありますから。逆に、ありますから。壊れちゃったら大変ですよ。逆に。伸びちゃった。いや、なんだ。そしたら、チェーン交換なんて言ったら、タイミングベルトの比じゃないですからね。交換するのはね。タイミングベルトはだからある意味いいんですけどね。と思うんですけどね。どうですか？タイミングベルトイコールなんか良くないみたいなイメージでしょ？ 10 万キロで変えなきゃいけないからみたいな。そんなことないですよね。そんなことないと、私は思うんですが、いかがでしょうか。はい。間違い電話でした。なんだろうね。はい。さあ、そして、大容量16ビットマイコンがエンジンをフル制御する SHIC。来たほら。ね。来たでしょ。スズキハイパフォーマンスインテリジェントコントロールの略でございます。はい。来ましたね。走行中各種センサーが運転状況を感知し、高速、高精度にエンジンを集中コントロール。各気筒ごとに最適な噴射タイミングと、点火タイミングを予測し、ドライバーのイメージ通りの走りを実現。また、ノッキング制御とターボ下級圧制御も各気筒ごとに行い、エンジン性能をフルに引き出しています。ね、高い最大下級圧でハイパワーを生み出すインタークーラーターボを採用。最大下級圧 1.1 キロですよ。これぞターボですよね。やっぱターボはね、1キロ以上かけないとね、よくわかってないですけどね、1.5 キロとかかかったらいいですよね。うーって加速しますからね。立ち上がるとね、すごいですね。あれを体感するとね、やっぱターボはいいねね、いう感じがしますけどね、どうなんでしょうか。そして熟成のメカニズム、F6A、ね、EPI ターボインタークーラーエンジンね、でございます。はい。パワフルかつ扱いやすい F6A エンジンは、最大トルク10キロ4000回転で発生。全域で粘り強く扱いやすいフラットなトルク特性を実現し、オフロードからオンロードまで幅広い走りのステージが楽しめます。また、走行状況に応じて各気筒ごとに最適な燃料供給を行うマルチポイント式 EPI を採用し、快適な走行フィーリングと低燃費を実現。さらに、最適な点火タイミングを決定し、エンジンの性能をフルに引き出す ESA、電子制御、点火進化をはじめ、アイドリング ESA って何の略なの？エレクトロニック、なんだろう。なんだろうね。アイドリング回転数を安定させる ISC、アイドルスピードコントロールなども採用。街中、ハイウェイ、オフロード、様々な走行シーンで軽快でスポーティーな走りが楽しめるんです。ね。そして、ね。そして、なんといってもジムニーといったらこれです。ね。軽トラックも採用しておりますけどね、ラダーフレームですね。本格クロカン 4x4 の走りをされるしなやかで頑丈なサスペンション&フレームですね、ですからこれ上フレームこれだから上乗せ替えできるんですよ。変な話ね。で、そうですよね。だ上だけ別に乗せ替えちゃえばいいんだよね。だから古いタイプのやつ、このシャーシーがちゃんとここ、まあホイールベストがあるから微妙に合ってない場合があるかもしれませんけど、それを乗せちゃえばね、いくらでもできますよ ね。古いデザインの昔のがいいよね。はい。走破性と快適性を高次元で両立された3リンクリジット式コイルサスペンションということで、これに変わっちゃったんですよ。3コイルサスペンションやってた。前は板バネだったんです。4輪リーフだったね。4輪リーフが良かったですよね。こんな感じでね。もうたまんないですよね。あれ4輪リーフのね。乗り心地といいね。あれはたまんなかった。ね。で、それが変わっちゃったんですよ。変わっちゃったの。うん。これ、どうして変わったんでしたっけ？パジロミニが出たからかな。パジロミニが出て、スリーリングリジットに変わったのか。で、乗り心地をちょっと考えなきゃいけないと。ね。四輪リーフなんて話にならんということなのかな。でも四輪リーフの方がいいような気がしますけどね。ジムニーにはね。で、ほら、それが嫌だっていう人は乗らなきゃいいんだから。ジムニーってそういうバイク、あ、バイクじゃない、車だから。もう乗りたくない。ね。なんだこの乗り心地は。乗らなきゃいいんだよ。ね。そういう世界ですよ。ね。なんかパジロミニが出たことによって全てが変わってしまった気がするんですよ。パジロミニが出たからこれになったでしょ。そうですよね。これ。乗用車みたいなの。うん。そう。乗用車みたいになっちゃったんですよ。これね、これ、ジムニーじゃないよね。これ見たら、これだけ見たら、なんか、わかんないですよね。なんでもいいじゃん。
これ思わないですか。いやこれ好きな人いっぱいいるからこれも好きな人いるからあんま変なこと言えないんですけど、どう思います、これジムニーじゃないよね。うん、これ見て、あ、やっぱりジムニーだね。やっぱりこうじゃないと。これも変わっちゃったんだけどね。このメーターが変わりましたね。メーターの部分が前は四角いあれでね、スピードメーター、タコメーターついてるタイプでしたけどね。ちょっとこう、独立感を出したメーターに変わりましたね。これもね。これ三連メーターだったらいいのにね。これね。三連メーターじゃなくて単に吹き出し口、ここに三つついてんだね。すごいね。はい。まあ、こういうね、いわゆる、これどうしてこれになっちゃったかというと、パジェロミニが出たことによって焦りを感じたらしいですね、鈴木の開発陣はね。やばいと、これもうジムニーの独壇場だったものがライバルが出現だと。しかもパジェロミニだってよって、こっちは何言ってんだ、こっちはジープミニだぞって、ね、そういう話はあったかどうか知らないですけど、パジェニーとかダメですね、はい、だからそういうところで結局見失っちゃったんですよ、自分というものを。いや、うちはこれなんだ、そしてね、ジムニーが好きな人はこれだからジムニーが好きなんだ、ね、これを選んでくれてるんだ、よく見てみろよ、あれただの乗用車じゃん、それぐらいのね勢いがあればだね、うん、ラダーフレームでね、これが、でもね、あんまりそれにこだわってるとね、いつの間にか人気なくなったりする場合がありますからね、怖いんですけどね。もともとそんなほらすんごい人気があって、いっぱいもう街中に溢れるような車じゃないから。はい、でラダーフレームはねこうやってあるんですけど、今のやつはなんか X メンバーがここに入ってるとか、やるなんだ、ねじり合成を 1.5 倍って言うんだけど、これに対して 1.5 倍でしょね。で、ホイールベースが違うのね、これね。ね、違うんですよ。はい。で、ここにほら、アプローチアングルと、ランプブレイクオー、なんとかな、オーバーアングルっていうのと、デパーチャーアングルっていうね、あるんですけど、アプローチは43だから、新しいのは確か50度ぐらいあります。結構あれあるんですよね。はい。で、ランプブレイクオーバーアングル、これ30度ですけど、あれ、今のって28度ぐらいですか。ただ、多少ここはいいのかな。で、デパーチャーアングルって言うんでしたっけ？ね、最後ね。これ36度しかないんだよ。そう、これね、ホイールベースが短いんですよ、少しね。で、こう、後ろがちょっと出っ張ってるんですよ。で、そのために、ここの出る方が弱いんですよね。うん、今の50なんだよ。こっちは、すごいもん。すごいもんって変だけど、こっちは結構ありますよ。見ましたけど。49度、32度、50度だもん。後ろ50度。アプローチも49度。しかもここが32度もあるの。ロングホイールベースになって、それで最低地上高は200しかないけど、このジムニーはだからすごいんですよ。ね、これが、このジムニーね。だから微妙に違うのね。フレーム、なんかみんな似てるけど違うんですよね。ちゃんと、考えて作ってます。はい。鈴木だからね。はい。こだわってるよね。で、なんとね、16インチタイヤついてます。K 唯一のね。K クラス唯一の台形16インチタイヤ装着って書いてあるけど、なかったんだね。だって今、16インチみんなついてるから。コペンも16インチだし、他にも16インチあるでしょ。ね、いつの間に変わっちゃったね。時代がどんどん変わっていきますね。はい。運転する人が一番楽しい車です。これですよ。運転して楽しいって車の本質だよね。運転して楽しくないっていう、なんか別に運転しなくても後ろに乗って、なんかワイワイガヤガヤしてる方がいいとかね。そういうのは本当の車の本質とずれてますよ。だから自動運転になっちゃうんだよ。運転しなくていい、最終的には運転しなくていい。でも、運転するのが楽しみなんだもん。いいでしょ？エアバッグなんかついてないですよ。昔は。これ、私だったらナルディにしますね。ナルディ。モモじゃないんで、ナルディなんだよ。ナルディのね、しっとりしたね、肌触り。あれ、ハンドルにしますね。あ、そういえば、この間ね、アリオ、柏にアリオっていうのがあるんですけど、そこに行ったら、ほら、今、車屋さん入ってるじゃないですか。ね、ティオタカローラが入ってるんですよ。ティオタカローラ並んでるんですよ。で、新しいプリウスとか置いてあって、ハンドルちょっとね、触ってみたら、なんだこのしっとり感は、ナルディみたいだな、と私は思っちゃいましたけどね。ナルディのハンドルなんですか、あれ。違いますよね。なんすごいですね、今のやつはね。はい。見てください。わかります？カーステ。カーステ。灰皿がついてんの。灰皿、シガレットライターついてんですよ。すごいですね。車の中でタバコ吸っちゃうんだよ。今だって吸ってる人いると思うけど、今ね、灰皿ついてないんだよ。軽トラも灰皿ついてないの。あ、買ったやつ。別についてんの。いらないけどね。吸わないからいらないんだけど。これはすごいよね。今だってここでしょ、モニター。ね。ナビとかつけるからね。で今はもうナビじゃなくて、ね。ただのあれになってるんですか。もうね、スマートモニターってんですか。あれになってるでしょ。時代はどんどん変わってますよね。はい。で、中はこんな。シートが安っぽいね。
シートすごい安っぽいですね。まあこれがね、あの昔のジムニーです。はい。これで良かったんです。ね。これで良かった。もうこれでも、いやー、やっぱジムニーいいなと思ってね、見守った。で、ジムニーのいいところは何かっていうのを、あの、軽自動車嫌な人いるでしょ？いっぱい。軽自動車は嫌だって人いるんですよ。現実にね。現実に。いるんです。いらっしゃるんです。いらっしゃるんです。いや、そうですよね。軽自動車嫌ですよね。って私の動画見てる方が嫌だって言うかどうか知らないですけど、いやいや、軽自動車しか買わないって人もいるかもしれないですけど、あの、軽自動車ってやっぱりね、そういう面でなんか見られるんですよ。昔、特に昔ね、今ずっと収入も増えないし、買わないし、なんかあれだからもう軽自動車で十分だっていう、車にそういうなんかね、お金かけたりなんでもったいないっていうのもあるかもしれないから、あるかもしれないですけど、やっぱ軽自動車、なんだ軽自動車、軽かよみたいなね、なんかそういうのがあるんだけど、ジムニーと、まあ今だったらコペンね、コペン。あの辺は、軽だから買うっていうイメージじゃなくて、あ、それが好きだから買うんだ。ジムニーなんだ。だからジムニーだ。軽だからじゃないんだ。ジムニーだから買うんだっていう。じゃあシエラ買えじゃん。いや、言われちゃったあれ。いや、それはシエラだからみたいなね。うん。で、あと、コペンもそうですよ。軽だからコペンを選んでんじゃん。コペンだから買うんだっていう。だから、そういう、こう、イメージがあると思うんですよ。うん。それ重要だと思うんですよ。そこが。うん。で、ほら、軽自動車でいろいろ我慢しなきゃいけないところはね、もちろん、まだ維持がどうだ、まあいろいろあるんだけど、でもそれがいい、それだから乗るんだっていう、なんかこう、そういうイメージがね、私の中ね、うん、もしかしたら、そうじゃないって、いや、所詮は軽だよっていう人もいるかもしれないから、あの、こう、ね、そういうことなんですよ。いいですか、それで。ね、ちょっと褒めました。ね、ハロゲンヘッドランプです。シールドビームじゃないんだ。ね、シールドビームじゃないの？ね、ハロゲンと。ね、いいね。ハロゲンフォグランプついてるよ。いいですね。もう、この頃、この時代もう黄色じゃないんでね。昔の J11 ってついてませんでしたっけ？オプションだったか。あ、オプションだったわ。あ、でも自分乗ってたのついてたかな？丸いヘッドライトの真ん中に、グリルみたいな黄色いのが、ポン、二つ。ね。あれいいですよね。あの、バンパーに埋め、最近のほら、こう、バンパーに埋め込まれてるんですよ。ここに二つついてるのがいいですよね。ここにね。まあ、邪魔になるから、グリルがあるからね。風が入んなくなっちゃうから。どうなんですかね。まあそれはいいんですが、はい。まあそんな感じでですね。まあジムにね、いいねー。本当に今見るとこのね、今見るとこのチープ感がもっといい。あんまりね高級感があるのは良くない。チープ感がいい。だからもう道具として、ね、使い倒せるみたいな。なんかね、今のやつとかだと泥だらけで中に乗っちゃいけないのかなとか、汚れちゃうとあれかなとかいろいろ思うんですけど、もういいよ。うん。嫌なのはね、天板が剥がれて落ちていく。自分の落ちてました。これっつって。はい。まあ、いろんなね、ありますよ。ジムニーはね、素晴らしいよね。はい。こんな車がね、ある。これがもう世界に誇れる国ですよ、日本は。素晴らしいでしょ。本格 4WD です。こんな車、しかもこんなちっちゃくてね、安い。こんな車出してるとこないよ、日本車だけだよ。もう、K6A エンジン搭載ね。で、ね。で、価格が乗ってないんで、これ。この頃は価格表が別だったんですね。危ない。これ切れちゃうからね。大切にしないとね。はい。エアコン標準装備はこれだけだった。他みんなエアコンオプションで、エアコン多分十何万じゃないですか。12万じゃなかったかな。で、これね。CC。ホロのやつね。まだあったんですよ。ホロのやつね。で、ホロのやつはね、パワーステついてないでしょ、確か。ついてないよね。パワーステなんてね。ついてない。うん。これとこれはパワーステついてない。うん。こっちとこっちはついてる。で、F6 の方は油圧パワーステですよね。で、こっちは電動になります。軽量が電動パワーステなんです。まあ、こういう装備のね、違い。で、これかな。で、面白いのはですね、まあ、これはいいんですけど、あ、ちなみにね、車重どれぐらいだったんですか ?890 キロ。ちなみに、バンが890キロ。フルメタルドア。っていうか、ホロは860キロ。軽いね。今のやつみんな1000キロ以上ありますからね。20キロ以上重くなっちゃって、200キロ以上重くなっちゃって。カタログ別にこれがありましてね。4ナンバー用のカタログなんです、これは。かっこいいね。これ、今ね、この状態で、もうピカピカの状態でこれ持ってたら、めちゃくちゃ高い。買いますって言うと思いますよ、お店が。ほとんど未走行状態で、ピカピカの状態でガレージにずーっと綺麗に保管してあってね。いくらで売れっかな ?300 万、400万で売れますかね。さすがにそれはないかな。でも、平気で200とかで買ってくんじゃないかな。買わないかな。どうなの？わかんないな。太陽に一番近いジムニーなんで。ね。これいいですよね。これ、この方はね、あ、そう。もうこの方は、フロントウィンドウ前に倒れないんですよね。これの前のタイプ。JA11 の頃かな？これは12になるの？何なんですか？これ。これって形式何なんですか？ JA11 の頃は前に倒れたんですよ。フルメタルドアってね。うん。あれがいいですよね、やっぱりね。12だ。これは12になる。JA12 になる。12は倒れなくなっちゃった。
ね。倒れちゃいけないんだよね。確かね。なんか法律上なんかこう、ウィンドウがないとどうのこうのとか、そういう多分、ね、理由だと思うんですけど。ね。ホイールもこの、やっぱりジムニーこのホイールいいですよね。鉄筋だけどね。うん、鉄筋ホイールね。はい、ねホロ CC、ね。そしてこれバン。バンっていうのが設定されてたんですけど、ね。もう面白いんですよね。うん、面白い、うん。その機動力、プロ仕様。ね、パワー捨てなくてもいいか。もう今、そういう色、余計なものがついてない方が、壊れないから、うん、いいっていうのがあったんですよ。あと、あの、この窓もね、くるくるハンドルで。もう、パワーウィンドウとか壊れたら嫌だからってね。そう。あのスイッチとか壊れますよね。ずーっと、やっぱりずーっと長い間使ってるとね。うん。ね、ミラージーノ。十何万キロ走ってるミラージーノ。買った時も10万キロ超えてましたから、それ乗ってましたけど、あれもスイッチ壊れましたね。それで、中華製の安いスイッチに付け替える。ね。そうです。いや、壊れますよね。まだスイッチは壊れたくないけどね。モーターの方が壊れたら嫌ですもんね。うん、まあでも、いくらでも安い部品あるのかなっていうね、そんな気はするんですけど。うん。いやー、これいいなー。でも、前が倒れ、ウィンドウが倒れた方がもっといいかなー。で、この、ドアがハーフメタルドア。半この窓、枠がないやつね。あれがいいですよね。うん。それで前倒して乗るのね。楽しいですよ。なんか楽しい感じがする。多分乗ってそんなに良くないのかもしんないけど、実際乗るとそうでもないかもしんないけど、なんかすごくこう、ワクワクする感じがするね。いやー、いいなーって思うんですけど、どう思います？はい。そんな感じですね。はい。このジムニーには歴史載ってないかな？あ、まだないや。このジムニーはまだ歴史がないんだ。ね。まあ、これになってね、いや、前の方が良かった、前の方が良かったって人がいっぱいいるんだよ。外観的な話よ。内容的にはこっちの方がはるかにいいんだけど、外観的にね、やっぱこのカクカクしてる方がかっこいい。ほら、ボンネットフードもほら、こういうね、上に被さってるやつ。これに変わったで、また新しいのこれになったじゃないですか。ね。いや、いいよね。パジロの J トップってありましたけどね、昔ね。16インチのね。それも真似したのかな、これの。なんか雰囲気で似てますよね。似てますよね。ね、はい、まあ、余計な話でございました。はい。まあ、ね、カタログ。はい。楽しいね。はい。ジムに。ね、ジムに。ジムに。ね。ロゴは変わりましたね、ジムに。ね。こんな感じでね。ジムに。ね。うん。まあ、いろんなね、あれがあって、はい。いいな、と思いますけど。はい。ということで、長々とお付き合い、ありがとうございました。それでは。